部長です。紬だよ。前回は他国に使者を送るところまで行ったが、それで橋の国の王女様と近づきになれたって感じ。で、今回はどうするんだ？そうだね。やっぱり資源も安定しないから目標を進めるより内政を。あとせっかく小麦なんかも作れるようになったし、そのあたりかな。まずは安定を図る感じか。そうしてれば村も勝手に大きくなるだろうし。そこで税収を見込むか。それでお金が増えてから外交しても問題ないと思うんだよね。そうだな。で、今は何をしてるんだ？この丘の上に道が引けるかどうかの確認。まあ見たところ引けないようだな。だね。ちょっと買う領地を間違えたみたい。まあ今更だな。お金貯まったらまた別の場所を買わないと。よし、お金が100を超えた。これで新しい領地を。今の手持ちでは買えないようだな。値段が倍になってる。どんどん値段が上がっていく仕組みのようだな。なら計画的にしないとまずいな。しょうがない。次の住人のための家を用意しよう。このままではまた一人しか受け入れられないし。そのためには木材も必要だが。一応今は生産所の方を止めてるから。それで間に合うかだな。まあ次来るのは9日後だから、いけるでしょう。木材次第といったところか。お、30人目の住人が来た。前のは間に合ったんだな。カットしちゃったけどね。まあこれでお金ももらえるから、次の領地も。さすがに150もあればという感じだな。あとは製粉所と石切り場のアタッチメントかな。それに英雄の宿舎か。これも作ってみないとわからないんだろうな。やるのか。いや、まずは内政でしょ。とにかくまずは新しい領地を。さっき買えなかったところか。ここね。ここなら平地っぽいし。まあ秋もそこそこあるようだしな。これで木材不足を解消していかないと。石炭にも木材が必要だしな。じゃあいろいろ準備していきますか。まずは江戸から行こう。今回は道じゃないんだな。これでも距離は見えるしね。で、今度は農場。木材からじゃないのか。いや、食料も人が増えてきたし微妙でしょう。それに小麦を作ってみたかったし。多分加工しないと食べられないと思うが。まあ食べられるようになるまで進めるから。あとは道の整備か。それが終わってから伐採所だね。その方が綺麗にできそうだし。今回は上に伸ばす感じか。左右も結構狭いし。あとは伐採所。でお金が。また我慢だな。お金が溜まったんで伐採所。上に建てるんじゃなかったのか。なんか木が少なそうだったんだよ。なんでこの辺りに。今後の石切り場は大丈夫なのか。まあそれはそれで、木と違って石のある場所だけで済むだろうし。確かにそんな気もするな。出場所ももったいないから。何か間に作るのか。というより農場を拡張。まだ食料もどうなるか不明だな。やっておいて損はないと思うけどな。それは食べられればだな。やっぱついスペースをしちゃう。また手紙が来てるぞ。今度は何だろう。新しく来た住人からのようだな。生活に困ってるので助けてほしいってことか。しかもちゃんと働くからとか書いてあるな。そう言われると明日から頑張る的な雰囲気感じちゃな。でどうするんだ。と言っても今はお金なしな。そうなると断るか。これでノービリティが下がるんだ。見捨てた扱いということだな。ちょっと保留しようか。無難だな。で今お金が入ってきたけど。援助しないのか。個人よりはみんなのために。木材の継続的な確保か。それが国民にとって間違いなく役立つからね。さっきの訴状だけど、ここは断ろう。それでいいのか。まだノービリティの効果がよくわからないし。下がったな。ほんとこれで生産性が下がるとかならわかりやすいんだけど。それに関しては満足度もあるだろうしな。ほんとね。まあこの感じだと回復手段もあるんだろうしな。進めてみるしかないってことだね。これで製粉所は作れる。お金が貯まったか。って結構でかいな。まあここなら。
確かに作った小麦をすぐに持っていけそうだな。まあ仮に穀物庫に一回入るとしてもそんなに遠くないし。そうだな。しかしまだこの状態では食料としては厳しそうだな。やっぱそうなるよね。となるとパン屋が欲しいけど。それもいつ解禁されるかだな。まあ今は他のことしとくか。装飾か。これも効果があるかわからないんだけどね。できれば満足度とかにプラスとかあればいいけど。そういう説明はないからな。まあ雰囲気だけでもいいけどさ。その場合はただにしてほしいけど。もう少し上の方も整備しようか。道からか。せっかく井戸も作ったし、家も準備していきたいしね。あと働きに出るにしても家からというのもあるだろうしな。そうなんだよね。まあ家の前にまずは資材置き場からだけど。そういえば木材とかかなり遠い状態だな。この近い遠いってのも正直まだ判断つかないんだよね。なんでとりあえずだけど。まあ今は空いたスペースを埋めてるだけだな。いろいろ見えてきたら作り直しも考えないといけないんだろうな。まあそういうもんだ。できるだけ避けたいところではあるけどね。また手紙が来てる。訴状か。またお金要求されたらやだな。どうやら食料に困っているようだな。まあそれは分かった。で問題は要求内容。まあまずは訴状にちゃんと目を通してからだな。今度はプライドを捨ててか。要求は食料のようだな。まあこれなら喜んで。ノービリティが回復したな。ふやっぱり効果がよくわからないけど。まあゼロになったらまずいことだけはなんとなくわかりそうだが。王国が崩壊とかね。総理はもう空き家がなかったな。今回はなんとか建てられそうだな。少し木材が復活してきたのは救いだね。まあその分食料が心配なところではあるが。賛成反射も完成したし次はパン屋だ。パン屋の前に次の段階を確認。次はビッグビレッジか。42人ね。これなら順調にいけば次の季節で達成だな。でパン屋だけど。まだだな。次のビッグビレッジまでお預けか。まあこの秋で行けるかだな。となると家の方を先に準備しないとまずいな。やっぱ食料不安だな。農場を追加しよう。確かに余分にあるに越したことはないな。ちょうどこの場所使ってないしね。それに畑なら形にこだわらなくてよさそうだし。まあかぼちゃだな。やっぱ直接食べられないとね。で、お金がなくなったか。ちょっと大きすぎたかも。まあすぐたまるだろ。ですぐ間違えちゃな。よし、お金が入ってきた。今からだと生産間に合わないだろうな。で手紙だ。今度は祭りを開いてほしいようだな。このアイデアは悪くないね。だけどお金が。100コインか。今すぐは無理かな。ということは保留か。それがいいよね。お金が貯まったらこれはやろう。いらっしゃい。受け入れでビッグビレッジか。ということだね。これでパン屋もできる。お金も入ってくるし。あとは石材所、パン屋と、そして劇場だな。ちょっとずつ街に近づいていっている感じ。とりあえずパン屋だ。これが冬に間に合えばいいな。さすがにきついんだろうな。この形もな。とりあえず端にはまりそうだけど。本来は家の近くにという感じだな。それで満足度ってことなんだろうけど。まあ最低でも食料の足しになってくれれば。まだお金は残っているが。そういえば祭りしたいとか言ってたよね。今ならお金もあるし。悪くないだろうな。お、満足度がちゃんと上がった。これで何かが良くなればいいが。これもな、つい上がったから喜んじゃったけど。とりあえず30日間は効果があるな。これで生産性が上がるとかだと冬ってのがもったいない気もするな。確かにな。やっぱ冬だと農場はダメか。当てた住人はみんな休んでるな。建設の方も特にない状態だしね。まあ来年に期待だな。その前にちゃんとこの冬乗り切れるかな。まあこのパン屋次第かもな。とりあえず機能してもらわないと。そういうことだな。ふそういや石炭なんかも微妙だな。そのあたりも考えていかないとな。そのあたりが安定すればこの先外交にも着手しやすくなるだろうし。
そうだな。で、ようやく王子様探しが始められると。また住人が来たぞ。家の方もまたヤバくなってきた。そこも並行してだな。また領地の拡張も考えないといけないんだろうな。